レッドボアのステーキ丼完成だ。むぅ、肉の旨味と脂、メルの分はこれでいいとして、今日は仕上げ。よしよし、いい音。焼き加減は、俺はミディアムが好きだけど、フェルはレアの方がいいか。よし、皿に移して、あとは仕上げに、この炊きたてご飯に薄切りにしたステーキを乗せて、ステーキ醤油をかける。レッドボアのステーキ丼完成だ。肉の旨味と脂、ステーキ醤油の染み込んだ米がまた合う。